さて皆さんこんにちは、ダイタラです。さあ今日から始まる EX ステージで、意外と EX ステージ難しいよっていうこともね聞いておりますので、ワクワクしてきますね。それでは早速やっていきましょうか。レベル 1EX 全部とりあえず金メダル以上でクリア目標ですので、なんかシークレットコース出すためにね、全部出せるように頑張っていきましょう。さあ夜のステージね、マドルディの色やべえ。おお、うわ、でっけえ敵さん、こんにちは、どうも。まだ1の1だからね、これ。ね、そんな難易度は高くはなさそうですけど、なんか、怖いな、これ。おお、お掃除、お掃除、楽しいな。オッケー。でも、ちょっとドキドキする、この内容。うぅ、コルド、怖え。はい、次。さあ、ワードちゃん、ハロー。はい、次。スカーフィーちゃん、ハロー。はい、次。でっかい仮面ライダーみたいなやつ、さよなら。よし。まだ、あ、猿がいる。猿が猿。あ、わあ、ふざけんな。猿が猿、猿らない。なんか今地味にダンサーなっててんな。わかるわけないやろ、そんな。くそー。さあ、3000点をと逃したので、多分これ。ね、金メダルが怪しくなってしまったんですけど、いかがでしょうか。他頑張ればワンチャンいけるかもしれない。で、これ失敗したな。全部吸ってやろう。あ、なんや、最後、最後吸って終わったよ。吐き出さな、もったいねえな、今の。うわ、ほら、いきなり銀メダルじゃん、これ。もう一回。さあ、ボス戦です。さあ、ここをうまくしのげば、マックスのポイントもらえるはず。お？ですので、これ、パターンを全部、ね、暗記していないと相当きついと思うんだけど、これ。ねえ。さあ、そこでラストアタック、ドン！完璧やと思うで、これ。理論値最高点じゃない？これ。クリア、アイドや。いえ、あれ？そうではなかった。あ、スピードが足りない？マジね。あと、あかんかったな。まあ、でも、いいスコア出ましたね。そっか、スピードもスコアに加算されねえんな。畜生めが。さあ、次は1の2行きましょうか。さあ、1の1で、ね、まさかのやり直しすることになってしまったので、ちょっと今回もね、若干やばいと思うんですけど、頑張っていきましょう。邪魔だ。邪魔だ。よし。なあ、ここ、ムシムシ大作戦は。ムシムシしたろ。よし。なんかある？うわー、何あれ、えい、でっかい敵、ゴールドうざくない？あ、ほら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 、そういうことする。ちょっと待って、ちょっと座れない。よかった。何やそれ。さーて、ちょっといきなり手こずってしまいましたね。ゴールドシールドがね、意外とうざしいですね。ちょっと待って、やめてくれ、ほんと。やめてくれ、ゴールドマジでうざい。よし。やだ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 。よしよし。はい、行きましょう。なるほどね。EX ステージは今みたいな壁役の敵が出てくるようになってきたっていうのがね、なかなかにやらしい。よし。半分やってドン。いいねいいね、いい点入ってるね。うおほ、全部吸って、こっちでさよなら。と最後いい点入ったでしょ、多分今の最後ので、マックス取ったでしょ、金メダル。よしよしよし、いいスコアですね。はい、それでは次 1-3EX いきましょう。スマジできつい、蹴りてくよ。よし、やりちゃーん。やりおいしい。おら、吸って。なんやお前ら、友達。やーっとギリいけた。あ、間に合って、あ、あー、あー、ダメー。最悪や。ここもあれや、左右の段差があるステージで、で片方スカーフィーとか出してきて混乱させてくるタイプのステージね。マジで良くないと思います、そういうの。よし、今のはうまくいったね。
だから今みたいなプレイングをね、適度に要求されるっていう、ちょっとやらしいコースってことでしょうね。やりちゃーん。うわー。なやお前よこせ、よこせ。よし。ワードチャン吸って、ワードちゃん吐いて。上下どっち行く？下行こう。横から吐こうか、これは。よし。あ、これでクリアか。はい。さあ、一度さん EX クリアです。ちょっと途中のスカーフィーのとこミスったよね。あ、よかった。でも、金色のメダルゲットです。スピードクリアがついてた分、多分ね、早くできたんでしょうね。うん、だいたい1分ちょいでクリアしてるのかな、俺ステージ1個ずつに。割と簡単ですね。さあ、次です。1-4 EX ステージ。誰だったっけ ?1-4 って。ロロロとラララは1-2。誰これ、わからない。普通の雑魚的最初ね、チーズ普通にやっつけちゃうけど、えいで、牛くん、牛くん、牛、何これ、パンダ、クマ、スカーフィーたち。さあボス来るよ。誰だっけ。あー、ロロロ、色違いみたいな。うわ、これ待って、壊してたらだるいやつやこれ。よし、まあいつも通りだね。ロロロリベンジ。あれ、なんかダメージ食らったんだけど。あ、段差あるけど、それダメなんだ。さあ、ロロロロロロロ、半分ダメージ当たりました。えいや。吸っておこう。うわ、外した。何それ!ピンクの炎が。うざい、相当。えい。やっちゃったな。やめて、ゴールド。え、俺体力なんか全然ないんだけども、ちょっと待とう。えい。さあこれでロロロ撃破。てこずったなー、マジ。はーい、ということで見事クリアでーす。どうや。だよな、銀だよなー、これ。今のひどかったの、もう一回やらして、これ。金取らして、リベンジバージョンやりましょう。さあ、大砲潰します。いきなりゴールド、お前。やべ。よし。さあ、ようやく半分以下ダメージを取りました。いきます。ノーダメージ取ろう。ノーダメージ。割とノーダメージ大事。もう、ここから動けへん、俺。ここ折れば大丈夫やから、とりあえず。よっしゃー、んなもんじゃ。ノーダメ入ったでしょ。スピードクリアもワンチャンあるよ、今回。はい、ということで見事クリアでーす。どうだ、プラチナぐらいくれよ。きたー、全部メダルだけどプラチナはナスビ。残念でした。はい。エントランス帰ります。大変やだな。よし。はい。ということで、このステージも、オール金冠クリア。金メダル以上クリア。達成できました。いかへん、いかへん。それじゃあ今からレベル2の EX ステージやっていきましょうか。ね、レベル1がちょっと手こずったからね、今回レベル2もどんな感じなのか楽しみですね。行ってきます。行くぽよー。あー、全部夜なのかな、ステージは。行こうか。さあ、レベル2はボスが誰でした。ラララとロロロ、クラッコ、ね、どっちかだよね。いい BGM ですね。なんか、なんかのあれ、リメイク。なんかっていう。曲名とかは出てこない。みんな曲名とかは出てくる?すぐ、ポンポンって、カービィとかで。出てくる人は、すごい。よし。サントラとか聞くんだけどな。曲名まで見ないからな、俺。よっしゃー。さあ、順調順調。ね、今、ゴールド少しドキッとしたけどね。ね、このイカどうすんねん。イカ美味しい。おいか。うわー、誰も無理やった。どういうことやんすちょっと、おかしい、おかしい。カスカイやないか、今回。うわ、これやり直した方が絶対いいけど、とりあえず1回目は普通に行っちゃいましょうか。じゃあ、ちょっと待って、待って、待って。ひどい、今回。泣いちゃうかもしんない、俺。ほら。とりあえず、雑にプレイしよう、今回。もう一回やり直しや、今回は。どうせボスやろ、次。ボスっていうか、これで終わりやろ。おお、はいや、ボーリングやで。
よし、クリアでーす。銀メダル残念でした。もう一回やりましょう。そらな？そらな？あいったー、あいつ覚えとけよ、マジで。くっそ。今んとこしくったやんけ。まあ、でも多分今回金取れると思う。割と順調だし。で、ここもあと普通にやっつけていったらいけるかなっていう感じ？くらえー！終わりじゃい！今のスピードクリアもね、狙った意識の高いプレイングやから。サプルスコア！よしよし、49575。金メダル！ありがとうございます。それでは2のステージいきます。2の2。うん、まだでも死ぬってほどはボスステージ以外ないよね。死にそうや、もう無理ってなるの。ね、でも死にそうになるボスステージがわかんないけど。なんかね、EX ステージ、カービィのヒットポイントがね、半分になってるんですよね。なんかよく見たら。勘弁してほしい。よっしゃ、超ダメージ入ったし、今。うわ、すっげえご飯がうまい。いやははは、16ヒットってやばくない？ 16はやばいでしょ。なやお前ら。もらっとこう。くらえ！うわ、ラッキーもの！槍のね、星が全部当たったよね、今、ヒット。これ、いいスコア期待できそうですね、これ。よし、金ゲットー。木の上にあるぞ。なんか寝とるで。カップルか、お前ら。ご飯や、お前らは、俺の。イェーイ！オッケー、行こう。イカちゃーん。槍くんたちが、うざいな。なんだこれ、お前ら。よいしょ。ダブルで吸っときたかったな、今の。よし、始まり始まりー。イカちゃん出てきたで。うや。うわ、だるこれ。ダブルでやっつけられへんからな、これ。うわー、一体やっつけれんかった、せっかく。せっかくの、あれやのに。で、なんかいい感じスコア取れそうだ、取れそうでやったの、これ。うわ、なんやこのイカたち。スプラトゥーンしてこい。よし。さあ、これで終わりかな。どうやっていい？せめて金。よし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 。敵全滅だけ取り損ねたんだよね。スピードクリアもノーダメージもあるのに。もったいねえよな、今の。絶対プラチナいけたわ。はい、じゃあ次、2の3いきましょう。まあ、完璧なプレイをすればプラチナって感じなんでしょうね、で、理論上最高に近い値っていうやつ。ね、無理そんなの。そんな人間技ちゃうからな。よし。順調順調。さあ、クマちゃん？うわぁ。邪魔や。あ、こ、ステージ3は斜めステージや。斜め苦手やで、俺。斜め吐き。斜め吐きってさ、B ボタン押しながら、スティックを動かすってやり方なんだけど、いや、そんな難しくないんだけど、難しいっていう。ね、失敗したね。あ、消えた、スカーフィー。もう、スカーフィーステージ嫌。ほんと嫌。出してくんな、お前。うへへへへ。近づいただけであいつ今顔怖くなったよね。ヤクザだわあれ。ええ、たい満腹カービィで行くとこじゃなかったね。ゴールドのとこは仮面ライダーマン。よし、おいしいご飯の時間です。あー、一個もったいないことした。よし、これ落ちちゃうよね、ワンチャン。よっしゃ、暗い、レーザービーム。うおーっと、これは、ハケーイ！ 1 個取り逃した。まあ、ええやろ。クリアでーす。え、これどうやろ、今回。銀だよなー。敵全滅もなければ、ノーダメージもなければ、スピードもないもん。だんだんやり直しが増えてきたね。それではもう一回行きたいと思います。よいしょ。ちょっとしくった気する、今回。どうだろう、いけるかな。あ、よかった、金メダルだ。スピードクリアがついたおかげだね。スコア的に前回とそんな変わんないんだけど。ね、チャッチャッチャって言ってた。無言でやってたもんね、今。でもダメージ食らっちゃった。難しい。さて、次は、2の4ですよ。ボスは誰でしょう。ロロロロララララか、クラッコか。どっちだったっけな、クラッコな気する。なんかステージ構成的に。ね。クラッコやだな。クラッコ強いんだよ、地味に。なや、お前。うおぉ。さあ、出てくるのは？あ、クラッコジュニアか。出た、ジュニア。ジュニアリベンジ。うおぉ。
ちょっと待って、早く早く。腰取れんかったもんな、今。いただきます。よし。タックルこれ。うわ、早っ！タックルが早いで、お前、それ。ずるいって。何雷落とす？よしよしよし。雷落としはね、いい技です。あー、また取り損ねた。へい。じゃあ、2発目。スーパー高速ダイナミックハイパーアタックパパより早いよね、君。ほんと。よし。1個いただいておきましょう、ご飯。ほら！さあ、2発当てて、ようやくで成功したね。さあ、クラッコの目が、まぶたがぶって閉じたよね、今。怖っ。雲の部分が少ない。うわ、出た出た。はい、空中に置ければ勝てるっていうゲームでーす。星欲しいな。よし。やったくそ、ダメージがつった。体当たりはずるいですよ。なんか、やってよ、雷出してよ。もう一回体当たりや、これ。危ない危ない危ない。いったちょ、ずるいって、その攻撃。なんか、フェってあげる。なんか、ついでに攻撃しますわ、みたいなやつ。ねえ。はい。オッケー、残り時間30秒とか初めて見たわ。ちょっと悠長に戦っちゃいけなかったみたいですね。ですけど、なんとか攻略完了。クラック撃破や。あー、しんどかった。でも今回ノーダメも全部敵倒すもなかったから多分、銀だよ。あ、敵全滅だったか。よかった。銀かー、くそー。これ、大変やな。じゃあもう一回倒したいと思います。じゃあクラックジュニアリベンジいきます。まあ、倒し方っていうのは最初のここをね、必ず吸っておくっていうぐらいですね。ちゃんと気をつけるのは。で、これも捨て、ドン !2 発当てる。で、スーパーミラクル高速アタックは避ける。よーし。で、雷カモン。で、雷しっかり避けて吸う。これだけでいいでしょ。ほら。いいね、ダメージ与えれるポイントでいっぱい与えよう。さあ、よくこれで終わり。半分。さあ、ここから、ここの回収がむずいんだよな、雷。真ん中。ま、こっち？よし。やべ！今度向こう側ね、欲しい。よし。オッケー、あと一発。あと一発。あと一発。オッケー、さあ、残りだ。こっち側に星湧いてくれ。星湧く一流変わる。いけた！終わり！早いでしょ、今回。ね、完璧なプレイングやと思うよ。マジで。途中のね、雑魚敵倒すのちょっと失敗したけど、最初のか。これ金メダル確定ですわ。ね、ノーダメ、敵全滅、スピードクリア、コインコンプリート。ガハハハハってやつ。あ、疲れた。よし。さあ、これで、EX レベル1、レベル2ともに攻略完了でーす。大変よくできました。よっしゃー。さあ、じゃあ今回はこれで終わりにしましょうか。次回はロロロとラララリベンジとかですかね。これ、負けないように頑張っていきたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あつぽよ。